これの後ろにはヒントが書いてあるので、これとペアを作ってください。お、来たね。この球風を星で表しております。じゃあ言ってみて、3、4じゃあね。うまい。オッケーオッケー。うん、せーの、おはよう。うん、かわいいかわいい。そこから好きな言葉を2つずつ持ってきてください。じゃあ1、2、3、4にしようかな。はい、ではいきます。で、今度は音符をと、最初から音符を取ってもらいます。また会えるよ。おー、最初からジャケパ G4。 音符の方を裏返してください。裏返すと音程がついています。1小節目、2小節目、3小節目、4小節目で、1小節交代でいきましょう。はいはい、もうこれだけ聴いてると、ソとラとシを使えば絶対曲になりそうな気がしません？で、ソとシとラとソを使えば何を弾いてもいいです。だから自分で心地よくなるように弾いてみてください。思いが余ったら空しからはみ出ても大丈夫ですけど、上手に戻ってきてください。じゃあ4拍のイントロがあります。また会えるよって言ってるかどうかは音だから分かんないでしょ。それを受け止めて、なんか喧嘩売ってるなと思ったらで返事してほしいし、いやいやいや、なんか友情のサインだなと思ったらそれを受けて弾いてください。だから音は何でもソラシだったら何でもいいので、あるいはじゃあねみたいにちょっとこう使ってもいいけれど自由なので、でも2人でちゃんと会話になるように音楽作ってください。おお、なんか具体的なイメージ込めたりした？最初は挨拶で、うん、ああ、うんうん、最後の方はちょっとバイバイみたいな、バイバイみたいな感じね。なんか受け取りました？最初が上がってきたので、うんうん、その同じ音形で、うん、ああそうそう、すごいちゃんと受け渡しができていて、作曲ってさ、そういうものなんだよね。フレーズがあって、それを自分が自分で書いたフレーズ受け止めて、次こう書こうみたいな。今もいきなりそのやり取りができたんで、もうびっくりしました。うん、素晴らしい。